e スポーツスタジオ札幌、強引に小屋の中目指していきますが、すでに中にはラスターゲーミング。さあグレード放り投げて抑えに行きますが、周囲の射線が大きい。ラスター攻め、ボルテックスダブルキル。わあ、ただ射線が通っていた。エース1パーマンからの銃弾を浴びてボルテックスもダウン。グリムナイト、ただ一取っているアイリゴラーソン見つかった。グリムナイトのツール気づかれていなかった。マスクワンノック、七村がダウンです。エニグマ太一一気に押し寄せる。グリムライスレッドセル、さあこれで位置は曲がった。まずは斜めに対し下級トリア行くんですけども、シースからの銃弾アウト。スマークライ、イーグレレード置いていた。さあこれでツーロック、人数差は埋まった。いやー花組ダウン、残るマックス。ここで花組登場。 ISC としてもまだ花組の正確なポジショニングは見えていない。おお、まさしのグレレード、ダメージが入る。そのタイミングで詰める ISC。 花組ストレリチアが今度は追われる番になります。一方まさしに対していいダメージ出していくのサードボーイ。さあ大輝がイキレッシュをダウン、ただイキレッシュをワンノック獲得していきましたよ。お互いにノックトレード。いやー、まただ人数フリアの花組ストレリチア、さらにもう一キル獲得しようとしたタイミングで飛び出してくる。まさし、まさしが詰める、まさしが詰める。ギリギリ体力あとわずか、激闘の正面。まさしが粘る、まさしが粘るが、ここできっちりと撃破が取り切る。さあ残るは怪しい、残る4人、これを取り切って花組ストレッチは粘り勝ち。人数差でゴリ押されたことありますよ。動いたのはマックス。サードボーイをダウン、敵が当然カバーに入ってきます。おお、取ったのはマックス。これで2キル獲得、さらに順位も1つ上げました。花組ストレッチが全滅。気づいていきますが、マックスはここでブルーゾーンの中に入っていく選択。まずはシーズン5、グレード2最初のラウンド、ドンカツ獲得はグリムナイツレッドセル。全員がこのトーク。まさか3チーム飛び込んだ、ここしかない。いや、おー、しずくはここは諦める。ああ、ただ後続の走りがバック、もう中に入るしかない。そこをきっちり取っていくな、クレイジーキャッツこそ、モリモリ。アッシュリー焦りが出たか。そして後から入ってこようとしたフォークラーのホーム JP も落とします。さらにグリムナイツレッドセル、ウンゴ選手がワンノック。おお、完璧ですね。回り込んでもう一度裏を取れるが、まずは奥の GY3、 ただ被弾をして一旦下がる、詰めてくるジェイパー、きっちりとしの B ゲーミングがここは取り切る。キル獲得は白いゲーミングジェイパー、エニゴラーズボーン、たまらずここは前に出ていく。バギーも爆発、銃弾を返す、粘れるかシズ。最後にキルを取っていくのは ISC 大輝。その後ろからクーリット、こっそりと車両に乗って入っていけるか。火を吹くミラドーン、こちらジェイパー1名落とす、大輝がダウン。さらにまさしに対しても一方的にダメージを出していく。忍びゲーミング、これで人数有利を勝ち取ります。ゾーン3、ヨネがまだ控えているぞ。 GY3、 ヨネが取る、 GY3 のダウン。さあゾーン2、ヨネの位置はこれで分かった。ジェイパーいいダメージが出る、当てるジェイパー、詰めるジェイパー。さあとどめた、どれだどれだ、ヨネはどこだ。ヨネの位置が分からなかった。挟み込む形できています。両名忍びゲーミング、両名ダリアの脇を取りに行く。あー、いやー後ろからラウンド2、ドンカツ獲得は忍びゲーミング。グッドゲーム。少し危ない進路になりますが、ラスター7、車両に乗っている3名が銃撃を浴びまして、そのままクーリットの家屋に横付けだ。ただその間モリモリからのカバーが入りました。アンシーがダウン、クーリットはきっちり落としてかっきるまでいただきますが、それをカバーしていくのがカミダス。ダブルノック、ラスター7早くも大ピンチ。残るは家屋の仕切る、そこに対してはグレネード構えていますが、いやーカバーがきっちりできている。阻むような布陣もう取ってますからね。いや早いですね、もう中央を抑えつつ外側のチームをクロージングに入っています。ん、銃弾を受けて倒れなかったのでマジ回復なんですけれども、バブキチが全く中に入れない。花組ストレッチはサッドボーイのキルになります。お持ちなんとか横にはつけるんですが、いやーやはり射線を切り切れない。
続くフェーズ7、南側エース1が見えた。イキレッシュ仕掛ける。2チームでの攻撃、エース1たまらず、ここでエース1敗退。そしてタコメさん、きっちりとキル花組ストレッチャーが回収しましたね。まずは狙っていくのは花組ストレッチャー、狙われるのはデトラ。射線は切りながらではあるんですが、モノのヘッドショット入ります。シュートがダウン。さらに怪しいに対しても2チーム同時に攻撃している花組ストレッチャー。 ISG もデトラも倒していく。そのままスプリット、見張り台の上、リバイブシールが見えた。サットボーイノック。さあデトラからの射線を受けてモノがダウン。花組ストレッチャー、サットボーイがここで2キル獲得。活気を取りまして、おお、まさしおおおマイガー、キリックスフリー、これがまさし。いやー、ただしっかり最後集団戦、ここは人数残した花組ストレリチアのドンカツとなります。グッドゲーム見送る判断になりそうですね。いや、打った当てる。2発で蹴りをつけた。そのまま活気る。車両煙吹いてますから、これ以上受けるとやばい。かなり危ない。そのまま爆破、アナデスのキルになります。ただノック確認しています。もう1名どこかにいますね。ユノは現在水の中、おーパー見つかってしまった。沈むエース1、ここで敗退。逃げれますけど、いやー、ただ詰めますよ。一気に人数回で詰める。メルヒー1ノック、うまい、おーうまい、2ノック、さらにファイナルのカバーの間、神タスがダウンしまして、チームでこれで脱落。グレネードを投擲受けてダンデライオン1名ダウンしますが、メロディーもきっちり切るまで回収できています。残りはオルティただ一人。思い切って詰め切った。ただ当然ここで銃撃受けます。オルティ守られている。 e スポーツスタジアム札幌になんとか守られていますわ。あー、スタジアム札幌ですね。ダディオロゴンが見せる。グレネードと合わせてここは2キル。さらにキツネ入りがワンノック、クインテッドレブリーに対して獲得。そのままキルにつながります。ダディオロゴン、さらにワンノック。ノックトレードにはなりましたが、クインテッドレブリーをこれで1名という不利なトレード。さあ見つけた。いやー、3方向からの銃撃。ドンカツは e スポーツスタジアム札幌。グッドゲーム。ここですね。おっと、止まってしまったが返していく。ミルフィーがワンノック。ソウルマンが倒れます。あああ、下にいる。あー、下にいる。わー、ちょっと打てない。うん、足が滑ってしまった。ただリベンジも完全に孤立している状態。お互いキルの取り合いが続く。ホワイトタイガー、こらえきれるか。オーカバル、グレードでかっきるまで持っていきます。さあ飛び込んだ。なんと3チーム同居状態。おお、チーム3人同居しているこの家屋。リチャムさんが一気に飛び込んでいきまして、ここでオーカマル抑える。ホワイトタイガーまだ動かない。オルティも乗せ、残るは正面。メロディーが残っていますが、メロディーも家屋の横つけます。狙うは隣の家屋。さあ飛び込んだ。いや、先に動いたのはホワイトタイガー。銃声聞こえて、撃ち抜いたのはメロディー。展開しています、サムライゲーミング。ここで動き出した。ラリアがワンノック。クーリットがダウン。そのままかっきる。進路伸ばしていく先は忍びゲーミングの方角。ここで銃撃受けるんですが、先に動いたのは忍びゲーミング。 GY3 が ISC のダリアを落とします。これで ISC の3名。このタイミングで ESP 忍びゲーミングの横突きたかったんですが、周囲の警戒がしっかりできていた。さあ忍びゲーミング VS ISC、 またしてもこの2チームのコース、位置は割れている。打ち抜いた。借りは返した。イロハに褒めたサムライゲーミング、ドンカツ獲得。グッ